あ、どうぞ、こちら、プリクラで中指立ててる男の中指へし折りたい。今日はね、何するかというとですね、男心について聞きたいことということでね、やっていこうかなと思っております。インスタグラムの方でアンケートを募集しました。ぜひね、インスタのフォローよろしくお願いします。いや、マジで今日言うことないわ。マネージャーってどんな風に見えてる？これね、かなり多かった。やっぱしマネージャーっていう立場になるとさ、そういうこと考えるよね。最初は、まあ普通に女の子、自分たちの部活を手伝ってくれる女の子っていう目線になってくと思うんだけど、やっぱ時間が経つにつれ、それを超えちゃうよね。普通に支えてくれる人としてしか思わなくなるというか、やっぱしマネージャーはマネージャーみたいな感じになると思うけど、でも、何もしない人たちよりかは全然恋愛に発展すると思うよ。というのもさ、僕高校の頃、バスケットボールやってたんですよ。部活入っててね、まあユニフォーム買うお金なくてやめたんだけどその時にマネージャーがいたんだけど、そのマネージャーはめっちゃ部活の男子と付き合ってた記憶があるから、もちろんね、何もしなかったら意味ないんだけど、男の子とは付き合いやすいから、やっぱマネージャー好きってなる男の子もいるんじゃないかな。両思いでも付き合わないことってあるの？男で？まああるんじゃないの、それは。でもだとしたらなんでっていうことだよね。それはそいつに聞いてみた方がいいんじゃないのか。いや、だってなんでだろう。予想としては、これから先新生活が始まって、遠距離になってしまうかもしれないっていう風に思ってるからなのかな。なんなんだろうね。会う約束した時、どこで会う？とか聞いてくるのは、脈あり？これは脈ありですな。会おうかーってなった時に、どこで会うってこう、繋げてくれる感じめっちゃ嬉しいな。中にはね、会いたいねって言われた時に、そうだね、ニコンって返すやつとかいるから。そういう人に比べたら全然いいと思うよ。だからといって、彼氏じゃない人に会いたいとかあんま言わない方がいいけどね。好きな女の子には自分から話しかけますか？もちろん、緊張して話しかけられないっていうのはあるけど、でも、話しかけに行かなくちゃなっていう思いは、やっぱ男だからめっちゃ強いと思うわ。俺もやっぱそうだったんだけど、好きな人に対して話したいなと思って、でも話しかけられないっていう状態。だけど男だから行かないといけないし、それやんなかったら始まらないっていうのも知ってたから、話しかけに行かなくちゃっていう思いはめっちゃ強かったから、いずれ話しかけに行くんじゃないのかな。だから、疲れてるのかな、この子は。でもやっぱ一番は、話しかけるタイミングを作ってあげる。まあ自分から少し何かきっかけを作っていくっていうのが大切だと思うけどね。女の子から飲み会誘うのってありですか？めっちゃありだね。飲み会女の子から誘われることなんて俺人生で一回もないんだけど、誘われたらマジ中腰だわ。前鏡になりながら会場向かうわ、本当に。急に呼び捨てにするの何？あー、これ結構男子は勇気持って言ったんじゃないの？やっぱ呼び捨てする男子かっこいいって思ってる時期あるし、その方がいいと思う時期もあるから、だから勇気出して呼び捨てにしてみたっていう感じじゃないのかな。好きだから呼び捨てにしたのか、それともモテるために呼び捨てにしたのか、これちょっと難しいね。男は好きじゃない人からでもモテたいから、女の子は好きな人からモテたいって感じじゃん。男は女の子からモテたいな。これ結構違いだよ。いい感じだった年上男性が年下に対して敬語に戻ってしまったのはなんで？敬語に戻った？いやもう、え？ごめん、俺あんま良くないこと考えちゃうわ。なんかした？だってそうじゃない？やっぱ距離置きたくなったのかな？なんでか聞いてみれば、それは。なんか距離感じる？前と行動変わってそっけなくなったなとか。だったらあからさまに避けてると思うわ。理由はわからないけど。妄想した子を好きになることってあるの？なるほどね。男が妄想して、それでまあなんかね、ちょっとね、まあ、なんつうのかな、筋トレをした時に、その妄想の相手を好きになることみたいな。全然あるんじゃないの、これは。全然あると思うよ。俺あるし。かっこつけたり生きるのは無意識ですか？いや、無意識じゃないよ。かっこつけたいよ。かっこいいって思われたいんだよ。俺もやっぱ思う。かっこいいって思われたいっていう。だから目の前でさ、ちょっと。やるもん。意味ないっていう風には思うんだけどね。なんかやっちゃう。もう体が覚えてるんだと思うわ。女の子がいたら、かっこつけるっていうことを。既読スルーは気にしなくていいですか？気にして気にしてっていうか、ある意味気にしない方がいいのかもね。気にしてたら身が持たなくなりそうだし。なんで既読無視するのかって感じだよね。別に男だからとか、そういうの関係ないですよ。あなたはどんな人から LINE が来たら既読無視しますか？どうでもいい人だと思うんですよね。既読つけて後で返せばいいやって思うレベルの人だと思うんですよ。それになってる可能性がめっちゃ高いな。やっぱ、返信するよ。特に男って、相当モテ男だったら別だけど、やっぱ男ってね、関わってる女の子少ないんだよね。だから、一人一人がすっげー貴重なんだよ。アプローチしてくれる女の子もいないわけだから。だから、一人女の子と連絡を取り始めたら、その女の子との関係めっちゃ大切にするのが男なんだよ。やっぱ既読無視はしないと思うよってなったらね。今までは追う恋愛だったから追われてみたいと恋愛話の時にされた。これは来てくれってこと？これね、言われてる女の子まあまあ多いんですよ。前は追ってたから追われたいんですよっていう男結構いるけど、実際こいつらが追われるとマジで冷めるの早いから男には追わせた方がいいよ。この話を聞いて、あ、マジでそうなんですよ、小田優だと。私ね、追ってくれって男に言われた、追いました、冷められました。めっちゃ多いと思うよ、この動画見てる女の子ね。男って本当に追われる恋愛できないんですよ。
ロングがタイプだけど好きな人はボブってありえますか？全然あるね。だって僕高身長好きだし年上好きだし、でも彼女低身長で年下よ全然あるよ本当に。まあもちろんタイプも大切なんだけど、それ個数何かあるよ。やっぱし恋愛って自分にだけ冷たいのはいいこと悪いこと？悪くね？自分にだけ冷たいでしょ、悪いでしょいや分からん、もしかしたら好き避けしてるのかもしれないけど、大体は多分嫌いだと思う普通に。ちょっとこれは悪いな。どうした？何した？彼氏いるか聞いてくるのはどういうことなんですか？まあやっぱし男ってどんな女の子でも恋愛対象に入れるんですよ、絶対最初はね。そこでさいいなーって思ったとしても、やっぱ彼氏がいる女の子は狙えないわけじゃん。まだ好きではない、これからアプローチされるってわけではないけど、もしかしたら俺君のことアプローチするかもしれないから教えてっていう感じだと思う。男が女の子を好きになるハードルって低いから、まあ悪い感じではないよね。やっぱそういう対象に入ってるってことだから。ぶりっ子について正直どう思うのか。ずっとぶりっ子はうざい、普通に。そりゃそうじゃない。だけどたまーにぶりっ子とかだったらいいよ、可愛いよ普通にねずっとは嫌だな。なんで生理を甘く見てるんだよ。いやーまあそうね、よくないんだけどね本当に。でもまあ女の子が思ってる生理よりかはやっぱし甘い認識はあると思う。絶対体験したことないからね。でもダメだよ、ダメだから勉強はしていきますということで、ちょっと理解は深めていきますよ。まあ今の時代はね、生理大変なんですよって発信する人が多いから、他の女性 YouTuber でもね減ってきたけど、たまにいるんだよなやっぱ生理生理うるさいみたいなことを言う男の人って。たまにね、マジで稀だけどね。全ての男がそうじゃないよ。ほとんどの男の子はやっぱ大変なんだろうなっていう認識はある絶対。彼氏にストーリー載せてほしいっていうのってだるいなとか思いますか？そんな思わないけど、毎回言われるときついかもしれない。というのも、その人がストーリーを上げる習慣があるんだったら楽だと思うけど、俺とかってさ、インスタマジ上げない人なんですよ。お仕事で使ってる方は、お仕事だから頑張って上げてるんだけど、ストーリーとかも。でもやっぱし、気合が入らないと本当に上げなくなっちゃう。2日に1回1分2分開くぐらいですよ、僕、リアカの方はね、インスタグラム。僕が、例えば彼女にストーリー上げて、ストーリー上げてって言われたら確実に疲れると思う。だって難しいんだもん、それが。だから相手によるっていうのが一番かな。小沢カップルは全然お互いのことストーリーに上げないで、まあ3年付き合ってるっていうのもそうなんだけど、なんだろうな、お互いストーリー上げてたとしても見ない日とかもあるもんな。興味ないとかじゃないんだよ。普通にインスタに興味ない。でもまあ最初の頃はね、やっぱ探ってるっていうのもあったから見に行ってたりとかしたけどね。さすがにもうこんぐらいになってくるとね、そういうのは少なくなってきますよ。やっぱ2人だけでもとどめる幸せっていうのが多いな。寝てる間に口とか首にキスしてくること、起きるか寝たふりするか迷ってしまう。あの本当にこれはマジでその彼氏君のこと大好きなんだと思う。わからん、セフレかもしれんけど、セフレでこれやってたらもう相当クソだと思う。マジでね、愛なんだよな。本当に愛してるものに対してやる行動なんだよね。俺はさ、メルちゃんが寝てたらチューしちゃうし、彼女も寝てたらチューするしみたいな、別に起きてほしいとかじゃなくてね、やっちゃうんだよ。ちっちゃい子とかにもやる人多いでしょ。あれは愛が出てるからね。あっちが匂わせてきたから、こっちも好きっぽいことを匂わせた途端冷たくなるの、なぜなぜ。なんかやっぱ沼ってほしいって思ってる男の子って結構いるから、お、釣れた、よし冷たくしようっていう風に立ち回るやついるから、ちょっとねこれしてくる男は気をつけた方がいいよ。まあだからみんなが騙されないようにたくさん動画出していくんで、これからも見続けてください。実際にもうねたくさん動画出してるんだけどね。そんな小沢優太をなでなで。インスタで女は彼氏の投稿を載せてるけど男は彼女を載せないカップルお前に関係ないやろいやだからその彼氏はインスタ使うの苦手なんじゃないの。俺もたまに言われるけどね、僕の彼女のインスタグラムあるんですけれども、そこで僕のことを載っけるんですよ彼女は。そういうアカウントだから。そしたら小沢の彼女は小沢のこと載っけてるけど、お前載っけてねえのどういうことだみたいな感じでね、めっちゃ言われるけど、本当にお前らに関係なくねってすげえ思うそんなね、インスタにあげるかあげないかで亀裂が入るほどかっすい恋愛してねえんだこっちはやっぱり元カノが近くにいたら意識しちゃう。もちろん別れ方にもよるんだけど、女の子はどちらかというと元カレもう無理嫌いなんだよね。だけど男はこれもまあ別れ方によるっちゃよるけど、ほとんどの男は別れた時に元カノまだ俺のこと意識してるとちゃうんっていう状態なのねきっしょいんだけどね。まあまあそういう感じだから意識してるんじゃないの。ということで今日は以上です。この動画の続きはね概要欄から見てるので、ぜひチェックしてみてください。また次回お会いしましょう。ビビー、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録あ間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。